皆さんこんにちは、ペソでございます。ファミスタ DS2009 続きやっていきましょう。で、ポイント貯まったでね、またガシャ引くんですけど、どうやらね、あーでも島柳さんの普通カードないんか。うわー、これ出た。あ、クロさんの金カードもあんねや。あー、これは知らんかった。あーで、あ、山本さん感染しちゃった。ということは、あ、調整しないといけないね。あ、ショートが守れる人が、あ、前田さんな。使うんやったら、これは金、あ、シルバーの方やね。トリカちゃんの普通カード、あ、それこれ使う。これを、入れ替えます。で、ピッチャーはまあ、渡辺さんの普通カード、あー、でもこれで打ち止めかな。あー、 OK にしとかないとね。富田さん8番もったいないな。まあ、ええか。そうだね。ヒーヤンがもうすぐ完走しそうやけど、ああ、桂木さんがファーストいけるね。シルバーとかもあるんじゃないかな。でもこれだと矢野さんのシルバーがあるぐらいからね。ああ、あるよね。この2つはまあセカンドとあれで使っていけるとして、で、ヤマトさん、ああ、メンチさんの通常カードもあるのか。はい、では、行きましょう。お待たせしました。カープとの、14回戦になるのかな。コンピューターもだいぶね、勉強してるのが上手くなってきてるから。
ソ出しましたけど、これは鋭いランナー、ライト線。ダブられてしまいました。一時ね、広島言うたらなんか左打者ばっかりだったね、記憶あるんですけどね。2回は OK でしたね。先制点が欲しいね。あー、金本さんもそろそろレベルマックスになりそうやからね。今8なんで。さあ、これはセンターの横を抜ける。打球が上がらんけどね、相変わらず。あははははは、早すぎた。足はまあまあ早いけどな、鳥谷さんも。これも打ち上げちゃった。打線がね、まあ、前の試合もそうでしたけど、だんだん取れなくなってるから、点が。まあ、その辺は縛りとしてのね、意味合いはあるからいいんでしょうけど。ああ、見たな。2アウトから連打されてしまった。ちょっと早いところでいきましょう。ああ、よかった、落ちた。はい、ちょっとピンチになりましたけど、なんとか抑えてくれましたね。カノさんがね、一発はあるんだけどね、3割、4割の壁超えないね。届いてしまったか。打線の厚みがねなくなってるんでね。見たな。まあ確かにね、このルイスさんエピッチャーやけどね。お、一塁線。ああ、これでもシングルになるね。球場狭いから。ということはボンボン放り込んでほしいんやけどね。三つさん行こうぜ。あははは、遅すぎる。で、今日は校長の石原さん。
回で2桁奪三振いいですね。まあスタミナもあるしね、久保さんやから。さあいい当たりだったけど、センターの守備範囲、これはまあいい。センター受けた。三遊間、ピッチャーか。おお、送りバットと一緒になりましたね。さあヒット出れば、重なってしまった。2番によく打たれる。落ちろ。でインサイド早い球。おお、甘い、危ねえ。疲れたな。落ちろ、落ちない。なんとか抑えた。勝ち投手つけてね。いたー、関本さんの初ホームラン。これもいったー。こっちは文句なし、112m 弾、5号ソロ。これは上がんなかったけどね。結果オーライでしたね。あー、アウトになる。セカンドあかんのか。金本さんの足跡。乗せるのには絶好やったけどね。ミツさんはもう足遅いからシングルになっちゃいますね。さあなんとか2点先制。あー得点力が。はい、ということで、ピッチャー疲れてるんで交代しましょう。渡辺さんから。今日はアッチソンさんの調子悪いからね。あー、ファルか。インサイド、もう一丁。追い込めば。おー、落ちると分かってるから見るよね。バックしちゃった。はい、なんとか抑えましたね。ルイスさんまだ続投やね。これは面白いヒットになる。左中間へ。野原さんセカンド、またセーフ、スリーベース。一発あるからな。あー、ダブられた。戻ったのに。タッチプレーか。ヒア行きましょう。おお、しぶとくセンターへ。一塁線フェア。ツーベース。さあ連打コンボ、関いけるか。あ
あ、なんとフォーク2発か。あ、3発久々見たなあれはい、8回なんでウィリアムさん、あ、代打ですね。左悪いやつ、前田さんやけどね。そう、このクロスファイヤー気味なね、ボールがなんとも言えないね。ああ、引っ掛けられた。あれもうデッカすごいな。もう結構曲げたつもりやったんやけどね。のまんま8回裏。ただリリーフ出てくると結構バンバン打っちゃう。ルイさんやっぱりね打ちにくいよね。おー惜しい。全然、おー、あ、ライナーかと思って戻っちゃったのがいけないのか。開幕戦のヒットあ、久々にセーブの場面やんさあ行きましょう。もちろん球児さんね、今日は絶好調。なんなら3球で終わってもええと思ってたけど。2-0 か。前回も4点しか取れんかったからね。危なかったね。まだレベル8かギリギリ。はい、では、電気調整して終わりましょう。久保さんどうしようかな。キッカードはあれかな。石川さんまでやったかな先発は。上がってきたからね、分かんなくなってきてる。岩戸さん使ってるから、ああ、じゃあ安藤さんやね。島谷さんも普通カードは使わないと思ってるんで、そう、レベルアップしてね、上上がっちゃったから わけわからないなってきてる。まあいいか、安藤さんで。はい。はい、OK。はい、ということで、次回は、ドラゴンズとの3連戦なのかね、お楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。